My mic. なぜ私は歌手になりたいのか。まあ歌が好き、お金が欲しい、キャーキャー言われたい、女の子にモテたい、セックスしまくりたいって思いました。わし、どんにダム。わし、ゆえどいじゅうちゃん。AV 男優の話、AV 男優と歌手と考えた時に、キャーキャーは言われないけど、その他は全部もらえると思って、セックスできてお金がもらえて。僕が、アジアとかで、結構有名だっていうのを聞かされてて、いろいろ出ていきたいなと思って、どうやってやればいけるんだろうなって思って考えた時に、あ、バンドだ。楽器？ああ、俺が弾けるのは女だけだね。あ、やあ、ベイビー、あ、僕とトニーはもともとすごく飲み友達で、いつもよく飲んだりはしてて、そしたらトニーが、いや俺中国で人気あんだよねって言い出して、お前何言ってんのって最初思ったんだけど、トニーが本音で俺に、いや俺ただバンドやりたいんだよって言ったから。 That's one of the big reason I joined. I never had, you know,Do you ever have a chance to say, you know, join a band with a, you know, every porn star? We are very different. Tony and I always clash, always. Always, always, we always. が二十歳の時には絶対一緒にやれなかったし、二十歳の頃はそういうそのステージ度胸もなかったし、もう僕らおじさんって言われる世代 で 僕は例えばじゃあやろうって言った時も40とかで、もうだから40歳でお前何言ってんのって、バンよはみたいなその世代なのに、その今こうやって一緒にできるっていうのはその AV 男優があったから。ないから、他にないんだら、そういうものはもうエロにどんどん走っていって、衣装とかもその AV 男優として、ほら、言葉とか音楽でそうこう橋渡しになればいいかなと本当に思ってて、よくラブ&ピースって言うでしょ。でもラブっていうのはやっぱセックスがないとラブにならないから。世界制覇、あ、違うわ、世界制覇。